どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレでいろんな曲に挑戦してみましょう。本日はウルさんの曲で、あなたがいることで、こちらの曲をこのウクレレで簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はですね、ドラマテセウスの船というドラマの主題歌ということでございまして、これは結構ギュンとくる曲です。はい、思いっきり心を込めてやってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョンですが、これ歌のメロディーとかこのタイミング、言葉のタイミング結構ね難しいんですけど、そこが面白いところでございます。はい、後半はさらにそれにこうなんていうか、この切なさをこうウクレレの奏法にも込めたかっこいいバージョンを入れます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも CD 聴いてる曲、カラオケで歌うのもいいんですけど、こういうですね楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、ぜひこれ皆さん最高に楽しんで始めましょう。やってみましょう。音楽苦手とか楽器ちょっと無理そうという方、ウクレレだったら簡単なんですよ。弦も4本だしちっちゃいからいつも触ってられる、超おすすめです。でね、今これご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん音楽ができるようになっちゃいます。もうちょっと下ここにリンク貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けるようになってしまいます。はい、 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし無料。始めましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽がもうすでにレッスン動画1000曲以上 YouTube にアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、何でもかんでもウクレレで簡単でやろうというのでレッスン動画上がってます。さっきのリンク先のところに行くと、歌手検索、曲名検索、ジャンルボックスからも選べるようになってるんで、お気に入りの曲、どんどんやりましょう。音楽を聴くからやるに変えるのが面白いと思います。さあ、早速やってみましょう。ウルのあなたがいることでガズレレ流簡単バージョンやってみます。
明日世界が終わっても会えない日々が続いたとしても僕はずっとあなたを思うよ。あの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気をくれたんだ。星が見えない孤独な夜でもあなたがいる。ただそれだけで強くなれる。せーの、ウルのあなたがいることでガズレレ流簡単バージョンやってみました。今のお聞きいただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお送りしております。1番ずーっとやってもブリッジパート、傷つくことからのところに行って最後サビに戻るんですけど、歌詞も1番 の歌詞を、こう使いました。本来はどんどん変わっていくんですけど、はい、歌詞を書き換えて2番とか最後のところ、ご自分で書き出してオリジナルの歌本を作ってください。テロップと一緒にガズレアレンジできた方、その方もね、自分でノートに書いて自分だけで歌うのをお勧めしております。その時の参考になるように一応ガズのノートを見ていただきます。はい、こんな感じです。イントロなんですけど、ここやって見ていくとちょっとね、ここがちょっと、注目で、2拍ちょっと追加されてるってことで、ちょっとタイミング動画の中でちょっと測ってみてください。で、下にくるっと囲ってあるんです。ここタッタタって書いてありますけど、これはかっこいいバージョンである決めなんで、これ後で解説しますけれども、ちょっとここにも仕掛けがあります。そしてここから歌が始まるんですけど、これ先ほども言ったんですけど、歌い回しというか、この言葉を乗せるタイミングとかメロディーがですね、思った以上にこう面白いというか、こう鍛錬がいると言いますかですね。はい。やっぱりここかなり集中してメロディーを拾いました。はい。ちょっとここね、やってみてください。はい。ここも下にくるっと囲ってあるやつ、後半かっこいいバージョンならこうやって弾きますよということですんで、はい。お見知り置きをお願いいたします。ここもね、そんな感じになってます。はい。一時停止してメモってください。ちょっとわかりづらい方は動画のテロップを一時停止して書いてもらってもいいと思います。はい。で、一応ここサビということで、ここやってるんですけれどもね。ここも結構いろいろコードが変わってきますんでね。はい。ですかね。停止停止で。そしてここから、ブリッジパートに行きます。傷つくことからね。ここもですね、ちょっと相当アレンジしてます、ここは。かっこいいバージョンではちょっとね、このコードを使うんですけど、今のシンプルバージョンでやりました。で、ここ、ブリッジパート終わったらサビへって書いてあるから、もう一回サビをやって終わったっていうのがガズレレオリジナルアレンジバージョンになっております。じゃあちょっと出てくるコードですね。これかな？これが今やったシンプルバージョンのコードです。C と Am と F、Dm、D7、G7 と E7。これで今やったシンプル簡単バージョンは、つまり7個でやったわけですね。で、後半のかっこいいバージョン、一瞬だけ Em7 使おうかなと思うんですけど、まあ今出てるここのね、1,2,3,4,5,6,7,8 個のコードは、これはね、入門コードのグループなんですよ。はい。今手で隠してるやつは後半やるかっこいいバージョンで、ちょっとこの後解説しますけど、今映ってるこれ。これはですね、入門コードのグループ、つまりこれ、ガズレレ必須コードということがあれなんですけど、このガズレレ必須コードというのはですね、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で助けてくれる仲良しのコードのグループを指しています。10個ぐらいそのコードがあるんですよ。それをね、ウクレレ始める方にはね、一番最初にまず覚えてもらいたいと思います。でも10個も覚えるのか、大変そうだなと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本で押さえられるコードもいっぱい混ざってて、1個ずつ見たら簡単なんですよ。ただしね、10個セットで覚えようと思ったらちょっとコツがいる。はい、以前私がめちゃくちゃ分かりやすい動画で解説してます。ここの動画で覚えてください。この10個ね、もう本当に楽しく覚えられるシステムになってますんで、初心者の方これね、10個覚えてくださいね。そのうち今日ね、8個覚えると、この曲、今のシンプル簡単バージョンはもうできちゃうわけですから、はい、そこマスターしておいてください。じゃあここからどんどん行きましょう。かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは今も言ったんですけど、コードちょっと追加ね、かっこいいコードを使います。Em7 はまあいいとして、Fm、これはね、よく出てくる初心者さんが最初に突っかかるコード。押さえる場所いきます。ここと、ここ。この3箇所。だから、こうやって押さえるのが教科書通りなんですけど、私はこの部分を上からこう、親指で、ぐって上から押さえちゃうという。どっちでも出る音は一緒ですね。はい。親指で押さえたい方は手首をこう、上に持ってきて、こういう風に。
で、人差し指で押さえる方は逆に 手首を下に下げないと届かないんで、ちょっと工夫してみてください。これちょっと初心者さんが最初にちょっと突っかかるコード、代表のコードです。F マイナー。で、これもちょこちょこ出てきますね。G マイナー7というコード。これもよく出てきます。はい。このコードはですね、ちなみに、ここと、ここと、ここなんです。この二つを同時に押さえるのに、人差し指をこのぐらい反り返してみて、ギュッとこのぐらいベターっとひっつけといて、ちょいと立てる。これがいいと思います。あと、ま、これ難しかったら、こういう風に押さえてもいいですよ。こことここをこうやって押さえると、ちょっと狭いけれどね。はい。こんな感じで、Gm7、この2個のコードを足していきます。けど、比較的これで、だいぶ雰囲気が変わるというか、かっこよくなります。ご活用ください。あと、リズムですね。リズム、基本的にはこれね、前半部分というか、前編にわたって基本的にはこのアルペジオ。やっぱりこのね、このすごくこの曲調がね、やっぱりなんかこう、アルペジオでしょ。本当もう、アルペジオで弾きたい曲、この細いこの感情のこう、琴線、心の琴線に触れるようなイメージのこの弾き方です。このアルペジオで、やって、一応サビと呼ばれる、マーシーモー、16ビートのチャで、ゆったりした16ビートで。スケールの大きい感じの16ビートのチャでやってみようと思います。そしてですね、さらになんですけど、このブリッジパート、傷つくことから逃げていた、このブリッジパート、この2行は16ビートのチャなんですけど、チャの位置が半分のやつでやってみると、ちょっとねデモ演奏してみます。せーの。傷つくことから逃げていた、こんな感じでダン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 かって、はい。チャの位置が倍になる。16ビートのチャなんだけど、このチャの位置が変わるということをちょっと覚えておいてください。というわけで、アルペジオと16ビートのチャ、この2つの弾き方でやってみようと思います。はい。この2つの弾き方、ここのリンク、参照にしてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオと16ビートのチャ動画でマスターしましょう。アルペジオはですね、比較的簡単にこう、ちょっとね、訓練するとできると思うんですけど、16ビートのチャっていうのはもうなかなか奥が深いリズムでございまして、いつも言ってるんですけど、まずは8ビートというリズムをマスターして、8ビートのチャができて、16ビートができて、16ビートのチャという階段を登るようになってます。16ビートのチャがね、こうクールに弾けるようになると、相当、いろんなこう幅が広がるんですけど、結構その難易度が高いというリズムで、しかもこうガチャガチャせずゆったり弾きたいっていうところがポイントになります。なんで16ビートのチャーをじっくり取り組んで、なんかこうね、雰囲気よくできるように、皆さん、8ビートからやっていってください。じゃあ、あと、一箇所ね、すごくこのイントロのとこで、ポイントになるのが、ここ、たったた、こう、シンコペーションのリズムなんですけど、ちょっとここ、イントロのところをやってみようかな。雰囲気をちょっと掴んでいただき。じゃあ、ちょっとデモ演奏、イントロ、ちょっと早めに焼きますね。ここ早く言いますね。ちょっともう一回やろうか。1、2、どんなって感じです。タッタッタ、テロップにタッタッタ書いておくんで、ここちょっと掴んでやってみてください。あとはですね、この他は結構淡々として、このアルペジオとこう16ビートのチャでこうどっしりゆったり、こう心持ちをこうね、こう、なぞるように、トレースするように、こう、進んでいくんですけど、曲の中で伸ばすとか、そういうこと、書いておきますんで、そこら辺の、ご注目ください。この曲はなんというか、歌詞のこう、雰囲気、ムード、このなんかこう、切ない気持ちを、やっぱり表現してると思うんですけど、はい。この音と一緒にこう、混ぜて、表現していきましょう。じゃあ、やってみましょう。あなたがいることで、ガゼレレリュー、かっこいいバージョン、やってみる見えなく
信じることが怖くなって過去を悔やんでは責めたりもしたけど僕を愛し続けてくれた人もしも明日世界変わっても会えない日々が続いたとしても僕はずっとあなたを思うよあの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気をくれたんだ星が見えない孤独な夜でもあなたがいるただそれだけで強くなれる傷つくことから逃げていたこの心を動かすのは弱さを見せないあなたが初めて見せた涙もしも明日世界が終わっても会えない日々が続いたとしても僕はずっとあなたを思うよあの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気をくれたんだ星が見えない孤独な夜でもあなたがいるただそれだけで強くなれる せーのウルのあなたがいることでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。グッときますね。はい、やっぱりこう感情をどっとこう音に込めてこうね一つにするみたいな感じで、まあ、アルペジオの時にこう強くなったり弱く弾いたりするこのなんかこの強弱があるとまたさらにエモーショナルな感じでこうあのテンションが上がってくるかなという感じなんで、皆さんやっぱりこれはグッとこう思いを込めて思い切り歌いましょう。ありがとうございます。さあガズレレ情報、今日使ったのはこのコンサートウクレレ、ガズのわがままウクレレ、これコンサートウクレレ、ソプラノウクレレとかもいろんなタイプが今発売中といっても予約注文段階なんですけど、あのまだ注文できるもの、事前注文できるものあります。ウクレレのことここ見てください。これリンク貼っておきます。よろしくお願いします。あと続いてこのガズレシピというねアプリがあるんですよ。皆さんこれあスマホとかタブレットに入れておいてください。これねまず今第一ステップなんですけど、これからどんどんあのパワーアップしていきます。ひとまず入れるだけ入れておいてください。無料で入って中でこう課金がある、楽譜が買えるっていうシステムだったんですけど、これねまださらにどんどんあのブラッシュアップしていきますんでお願いいたします。あとイベント情報、はいドーン行きますよ。はい、次はですね水戸行きます。水戸に行って佐賀、九州佐賀、その後葛西という感じ、この後もだんだん増えていきますんでね、皆さんガズレレイベント来た方がいいですよ。ウクレレ持ってきてくださいね。思いっきしいろんな内容濃いことやりますんで、お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も親子も大歓迎です。お待ちしております。お問い合わせは島丸楽器店さん各店までお願いいたします。あとこっちとこっち、2つのリットミュージックの本、これ大ヒット中でございます。この本はねもう本当にねいいんですよ。何がいいかっていうと、簡単楽しい楽、この3拍子揃ってるんで、もう皆さん多くの人が楽しんでいただいて、もう本当にね最高。皆さんどんどんご活用してください。よろしくお願いします。すべてのことガズレレホームページ見てください。リンク貼っときますけれども、このホームページを見ていただいたら最新情報のこと大体わかりますんでね、はい、よろしくお願いいたします。さあ楽しくどうも音楽ねやりましょう、どんどん、はい、そしてみんな楽しくなる、これが最高でございます。皆さん見てくれてありがとうございました。また会いましょう。さようなら、バイバイ。